こんにちは、ドライトニュースの時間です。マインクラフトの今後の OS 終了のお知らせについて紹介いたします。マイクラが成長するにつれ、それをサポートする OS も成長する必要があるため、できなくなる OS も出てきます。来年2025年3月で最低でも必要なスペックが公開されました。まず Android OS は9以上、メモリ 1GB 以上の RAM、ストレージは 1GB 以上、グラフィックは OpenGL ES3.1 以上が必要となります。 OS8 以下だとできなくなるので、自分の OS を確認してください。 Apple は iOS14 以上、 Amazon は OS7 以上、グラフィックは OpenGL ES3.1 以上、 Chromebook は OpenGL ES3.1 以上が必要となります。統合版マイクラをやる場合は、これらのスペック以上のスマホやタブレットなどが必要となります。そしてマインクラフトランチャーユーザーも、2025年3月以降もアップデートするには、 Mac は 10.15 以上、 Ubuntu は 19.10 以上、 Windows PC は Win10 以上となります。 Windows 8以下だとできなくなるということですね。そしてバージョン 1.21.30 のアップデート情報の時にも紹介しましたが、 PlayStation VR に OpenXR もアップデートができなくなります。ただアップデートができなくなるだけで、マイクラをプレイすることは可能です。同じバージョン同士ならマルチプレイは可能かと思いますが、最新アップデートをしているフレンドとは一緒にできなくなるので気をつけてください。以上、マインクラフトで今後必要となる最低スペックについて紹介いたしました。あと半年後にはアップデートができなくなるスマホやタブレットが出てきます。もし今もそのデバイスでマイクラをしている人がいれば、早めに新しいデバイスを手に入れておきましょう。それでは良い一日を。